京都で起きたエルレス患者嘱託殺人事件。当時、マスコミや世間は、医師の行為を一斉に非難し、そして、なぜか、彼女は、かわいそうな被害者とされていた。本当にそうだろうか。生前彼女が綴っていた言葉の数々。私は、この事件の主人公にして、またその核心は、彼女に置かれていた心身の状況と、胸に秘められた光と闇の心模様にこそあると考えています。どうか彼女が残した言葉を聞いてください。